ヒロドアです。この動画を見てくださっているということは、コペンのトランクに自転車を乗せようと考えていたり、トランクがどのくらいの広さなのか知りたいということですよね。この動画では、トランクの広さの数値を伝えたり、私の乗っている自転車のサイズがいくつなのか、そして乗せる時のポイントを伝えていきたいと思います。では、トランクのサイズから。奥行き80センチ、幅75から110センチ、深さ43センチほどあります。中央の箇所が最も深さがあります。ちなみに新型コペン LA400K も奥行きと幅のサイズはほぼ同じ。ただ深さがね、大きいんですよ。見せてもらっただけでサイズを測れてはいないので差を伝えられないのは悔しいです。とりあえずこれだけ広いのでトイレットペーパーだって立てて乗せられるし、家具を買うとかでなければ日常の買い物で困ったことはないですね。乗せようとしている自転車はジャイアントのプロペルです。サイズは 740mm の M サイズ。もう少し詳しく言うと、水平トップチューブが 550mm、PB 中心からサドルトップまで約 730mm。ステムの長さは 90mm で、ハンドルの幅が伸身で 420mm あります。チェーンリングのアウターは50丁を使用しています。続いて自転車の乗せ方について。まずは、全後輪を外しましょう。クランクの向きはチェーンリングがついている側が後ろへ向くようにします。車側はこれを外しておきます。で、自転車の乗せ方はこう。クランクが奥、リアディレイラーが運転席側に来ます。アウターが奥の内装パネルに当たるまで押し込みます。動画では分かりやすいように養生は一切していませんが、使わなくなったシーツやタオルケット等で養生した方がいいです。このままではハンドルやリアルコントロールレバーが天井部分と干渉するので向きを変えてやります。このような感じになったのではないでしょうか。ホイールは車体の上へ乗せることができます。クイックがついていても大丈夫。スプロケットは下へ向けます。できました。私はこのように自転車を積んでいます。底面と車体の間は少し空いているので、シューズ、ヘルメット、工具、フロアポンプ等全てとはいかずとも入れることができます。実際にこれで県外のレース会場へ移動したこともあります。その時のレースはシクロクロスの大会でした。この車両はディスクブレーキ付きです。リアのオーバーロックナット寸法は 135mm ですけれど、まだ余裕あります。昨今主流のディスクロード 142mm 幅のスルーアクセルもコペンのトランクに積むことはできると思います。あと、自転車のワイヤー取り回しによっては、ステムをコラムから抜いた方がストレスが少ない場合もあります。いかがだったでしょうか。オープンカーのコペンに自転車を積もうなんて考えている方はかなり珍しいと思いますが、私も仲間です。オープンカーライフ、自転車ライフ、両方とも楽しみましょう。かなりコアな内容でしたが、ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。